はい、タンタンです。本日は珍しいものが入りましたね。デルアルテの、こちらですね、ラッチョドロアムの、2002年製の、マヌーシュモデルですね。オーバルホールのセルマタイプになります。それのですね、プロトシャープ1と中のラベルに書いてある、プロトモデルということで、なかなか珍しいものかなと思います。デルアルテの USA メイドの、ものでございますけれども、セルマタイプに準ずるモデルということで、スプルーストップに、ロズウッドサイドバックのオーバルホールモデルになっております。ピックアップも現状ついておりまして、インブリッジのピエゾタイプが搭載されております。ヘッドはこういった感じで、デルアルテの2002年のものですのでね、結構引き込んだ感じはあるんですけども、全然年代以上に綺麗な状態かなと思います。ちょっと鳴らしてみましょう。サウンドがしますね。非常に、引き込んできた感じが伝わってきます。かなり弦高今、低めになっているので、強いタッチだと少しビリつきが強くなりますけれども、その辺は調整して、ブリッジなんかのね、シム調整とかで対応はできるので、好みに合わせてそこは、加減してもらっていいかなと思いますけれども、現状でですね、フレットは交換されているそうで、今ほとんど使い込まれてない、フレット状態でございますので、かなり程度はいいのかなと思います。傷はですね、トップも、いくつか、傷、吹き傷とかですね、当て傷、少し見えますね。で、センターシームに少しだけ塗装の引きがあったりとか、ウェザーチェックがこの辺とかにあったりだとか、指板脇の、指板とネックの間の塗装の引きですね、この辺も少しだけ感じることができました。で、バック側もそうですね、小傷程度のものになりますかね。大きなダメージっていうのはあんまり見られない状態ですね。この辺とかも少しだけ当て傷があったりとか、探せばもちろんちょこちょこ出てきますけれども、2002年ということでしたら、状態はいいかなと思います。ピックアップも内蔵しておりますので、即戦力の、引きやすい個体でございます。原稿低めのものが好きな方は非常に、おすすめな個体でございます。プロトキっていうのでかなり、なかなかね、出てこないものだと思いますので、ぜひですね、こちら気になる方は店頭でお試しいただければなと思っております。そんな感じでこちらデルアルテの、マヌーシュモデル、ラッチョドラムのプロトタイプシャープ1番、2002年製の個体でございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。